目を閉じて想像してください。はい。好きで仕方がない漫画がついにアニメ化されることになった。ななかちゃんどうよって書いてありますか？あのね、はい、私好きな漫画みんなアニメ化してると思う。なるほど、なるほど、スバルさんピンチですよ。何か次の切り札を。そうなのかちゃん、どうよどうよって聞かれてますけど、でもどうですか？少女漫画、漫画、少女漫画が好きなの。ほうほうほう。だから少女漫画いっぱいあるから、うん、それはね、ちょっとアニメ化してほしいかも。まだアニメ化してないのもある、好きなのが、うん、じゃあもしそれがされたらテンションは？自分が出れるなら。なるほど、なるほど、なるほど、堅実なご意見をいただきました。では続いての、はい、あのシチュエーションに参りたいと思います。はい。続いてラジオネーム山田さんごさんからいただきました、はい、ありがとうございます。想像してください。はい。みけちゃんが今日は私のおごりだよと言ってお寿司屋さんに連れて行ってくれる日を。テンションは上がりましたか？うん。あ、あれ、想像してください。スタッフの師匠が今日は俺のおごりだよと言ってお寿司屋さんに連れて行ってくれる日を。テンション上がりましたか？うん。あれ、想像して。人の問題じゃない。理由をなんで、なんで、なんで、どこがダメだった？お寿司だから。え、お寿司だから。逆、普通みんなお寿司でテンションが上がると思うんだけど。なんかお寿司別に嫌いじゃないけど、うん、好きでもない。あー、食べれはするけど。私米嫌いだからさ。あー、米嫌いだからさ、あんまり普段から食べない。食べない。食べない。なかなか、うん、でも今までだったらどっちが、どっちの方がテンション上がった？アニメ化かな。アニメ化の方がまだテンションが上がった。なる。さて、名古屋というとグルメの宝庫ですが、お二人が好きな食べ物は何ですか？とのことです、うんうん。ありがとうございます。ありがとうございます。すごい、トークがタイムリーだね。うん。もっと、そうなんですよ。私、名古屋に住んでたり、うん、あと、兵庫県の宝塚市っていう、うん、宝塚大劇場がある、あそこに住んでたりとかして、そう、意外とね、いろいろ転勤をしてたりしてたんですよ。うん、そういうのって楽しそう。楽しかった。やっぱね、給食とかも意外と現地の味が出て、うん、その味噌煮込みうどんが出たりとか、ウイローも出た、名古屋では。結構特色あったなぁ。なんか、好きな食べ物は、まあ、地域、ご当地に限らず、好きな食べ物は？好きな食べ物ね。うん。でも、オムライスかな。普通に自分でお母さんが作るとか？うん、何でもいい。何でもいいんだ。すごく別に何でもいい。ね、中のさ、あのさ、ケチャップライスじゃないと嫌だとかさ、こだわりもなく？米が嫌いなの。おう、米が嫌いなんだけど、オムライスが好きなの。とは。オムライスだったら食べないじゃん。カバーして、こう包んでくれるから。そう、でも中が白ご飯じゃ嫌だ。あ、やっぱ嫌なんだ。ガーリックライスは？ケチャップライスかチキンライスだな。チキンライスいいね。なるほどね。何が好き？なんだろう、何でも好き。でも、あの、北海道、また北海道の、北海道大好き。に売ってる、あの、ロイズっていうお土産のメーカーがあって、うん、お土産じゃない、まあ、お菓子のメーカーがあって、チョコの、あの、そのチョコがかかったホワイトチョコのチョコ、のポテトチップスが好き。あ、でも食べたことあるかも。ある、あの、ポテトチップスにチョコがコーティングしてあるやつ。うん、あれのホワイトが一番好き。へぇ、うん、でもあんまりさ、手に入らないね。うん、そう。だからたまにこのデパートとかで催事をやってると買ったりとか、うん、あとちょっと似てる商品を買ったりとか。でも北海道だったら私あれが好き。何？なんかドライフルーツにチョコかかってるやつ。あ、あのイチゴのやつでしょ？立花堂？ああ、あの、六の花って書いて。読めない。美味しいよね。あれ好きだな。美味しい。北海道もね、美味しい、美味しいもの多いね。でも串カツ食べたい、名古屋だと。名古屋って串カツ？名古屋串カツじゃない？味噌カツか。味噌カツね、串カツとかだと、あれ、大阪とかね、うん、あの、二度漬け禁止みたいな。食べたいよね、二度漬けして。まず、目を閉じてください。はい。スワワは、ミケさんの紹介で、うん、同じ場所に引っ越しすることになりました。うん、そこには、ミケさんだけでなく、ガチャガチャ時代に共演していた、篠田みなみさんも一緒に引っ越してくるそうです。うん、引っ越し当日、新居に向かうと、そこは、日だまりそうでした。はっ、はっ、はっというリアクションが、気づきのリアクションが。これはどうですか？日だまりそう、テンション上がるね。おー、初めて、初めて。あー、ちょっと
込んでください。篠田みなみと伊沢美香子に謝れ。痛まりそうすみたい。ああ、まあそこは重要ですけどね。すみたい、すみたい101号室。もう新居も、号室も決まってるんだ。そう、私のツイッターのね、なんかツイッターって場所書くとか、うん。住んでる場所みたいな。日本とか東京とか。そこに、私、うん、ずっと痛まりそう101号室って書いてあるね。なるほど、結構諏訪さんのテンション上げるところは分かりやすいところに皆さんあのでもずっとこのネタを突っ込まれてもいつかはね、うん、分かりました。まだ皆さんあの諏訪が飽きないうちにぜひどんどん送ってきてください、はい。